大悟さん、また人を読むシリーズやってほしいです。ああ、相手の心を読む系ね。わかりました。心読む系だとね、心を読んだように見せる話術っていうのがあって、昔コールドリーディングのね、テクニックを紹介してた。あれもともとメンタリストのテクニックなんですよ。日本だとなんかどっかの、なんか誰かが、なんか占い師がどうのこうのみたいな本とか出して、有名になったんです。あれもともとメンタリストのテクニックで、あれ僕なんかは紹介してもいいかもしれないですね。もう僕も別に今更使わないので、はい。本当占い師みたいなできますよ。パッと見て、ああ、あなたの過去はこうですね、とか言って、って相手をギョッとさせるとかもできますよ、やろうと思えば。要するに上手にコミュニケーションで使うと、相手のことをものすごく理解してますよってことを伝えられるので、そういうふうに使っていくと結構人間関係も良くなるので。